こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シアトルデプティ好スタートを切りました。カワッチサタデー、この馬も好スタートを切りました。アラビアセゾン、前に行きそうです。ソウルシュア、それに続いています。さらにはオナーグライド、2番、シアトルデプティ、その後ろフィージー、後方から。それでは先頭から。先手を取ったのはソウルシュア、その後ろからはアラビアセゾン、並んで5番、オナーグライド、シアトルデプティ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。それでは先頭から。先手を取ったのはソウルシュア、その外からプレザントハント、カワチサタデー、好位をキープ。その外からオナーグライド、並んで10番、シックススピン、シアトルデプティ、そのうちに続いています。その隣にアラビアセゾン、その横にニュースピクニック。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。カワチサタデー早くも先頭。カワチサタデーさらにリードを広げました。オナーグライド、ほとんど差がありません。プレザントハント3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチサタデー先頭、残り 200m。 カワチサタデー先頭だ。残り 100m、 カワチサタデー差を広げる。2番手はオナーグライド、カワチサタデー1着、カワチサタデー完勝。カワチサタデー1着、2着はオナーグライド。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い、何が行くでしょうか。デーレンズ、前に行きそうです。バブルトワイニング、それに続いています。さらにはカワチダイオウ、10番、タッチゴールド、その後ろプライムディライト、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。バブルトワイニング、先手を取りました。13番、カワチダイオウ、2番手を追走、ビクター・クーリー、そのうちに続いています。内からはインターライツ、並んで12番、ランドピール、グリーンキャップ、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から。先手を取ったのはバブルトワイニング、すぐ後ろにデーレンズ、これに続いてギャロップキャスト、すぐ後ろにダッシュジャイアント、その外からビクター・クーリー。後ろからの競馬になりました。カワチダイオウ、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。バブルトワイニング、先手を取りました。13番、カワチダイオウ、2番手を追走しています。さあ先頭は依然として8番、バブルトワイニング、2番手はカワチダイオウ。これは絶好の手応え。デーレンズ3番手、さあカワチダイオウ、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はカワチダイオウ、先頭はカワチダイオウ、カワチダイオウ先頭、あと 200m、 先頭はデーレンズ、カワチダイオウ必死に追いすがります。タッチゴールド迫る、外から一気にタッチゴールド、デーレンズ、デーレンズ1着、2着にはどうやらタッチゴールド、勝ったのはデーレンズ、見事な勝利です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。カワッチシェル前に行きそうです。ミッドナイトエクセル、それに続いています。さらにはグレートガール11番、エイティミステリー、その後ろ。前に戻りましょう。エイティミステリー先手を取りました。その外から競泳マーチ並んで15番、パーソナルシー好位置をキープしています。カワッチシェル、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはミッドナイトエクセル1番、カワッチシェル2番手を追走しています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。ミッドナイトエクセル先手を取りました。その隣にグレートガール。さあ先頭は依然として9番、ミッドナイトエクセル2番手はカワッチシェル、絶好の手応えです。カワッチシェルいい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は競泳マーチ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は競泳マーチ、競泳マーチ先頭、競泳マーチ先頭、2番手はカワチシェル、競泳マーチ今ゴールイン、段違いの強さです。競泳マーチ1着、2着はカワチシェル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチまさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭は次の早風、一気に捉えるか。ブラックホーク、ブラックホーク抜けた。ワシントンカラー追いすがります。ブラックホーク1着、ブラックホーク1着、2着にはどうやらワシントンカラー、ブラックホーク見事一番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はダンチシリウス、ダンチシリウス先頭、2番手はダンチシリウス、ダンチシリウスいっぱいになった。あと 200m、 ダンチシリウス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。パレノプシス抜けた。北サンバリュー追いすがります。パレノプシス、パレノプシス1着、2着にはどうやら北サンバリュー、パレノプシス見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。Thank you.
さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭は仙雲スカイ。残り 200m、 一気に後続がやってきた。仙雲スカイ抜けた。このまま決まるのか。2番手はマイネルクラシック。仙雲スカイ独走。仙雲スカイぶっちぎりです。仙雲スカイ1着、2着はマイネルクラシック。仙雲スカイ見事な勝利です。